猫とも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 。よし、儀式は終わった。初めからしかないのか。あ、そらそうか。お庭では、違う、お庭で初めまして。いきなりさ、発する言葉にゃーにゃーってどうよ。にゃーにゃー。おや？何かの鳴き声が聞こえます。ふふふふ。二回目や。この鳴き声は、そう、猫。あなたの部屋の庭に、庭に猫がいるみたいです。どこ？俺の家にはいるけど、どこ？いたーいたーけど、二足歩行してるんだけど、この猫。あ、あそこに猫がいますね。あなたに興味があるみたい。少し近づいてみましょう。ちょっとこの猫怖いけど。二足歩行する猫、怖い。ドラえもんね。にゃーにゃー。おや？撫でてほしいみたいですね。お前、にゃーしか泣けないから。うちの猫さすがににゃーって泣かないぞ。はーんって言うぞ。優しく撫でてあげましょう。どこ撫でんの？猫が喜ぶところ？俺猫飼ってるからわかるんだけど、この顎のとこがすごい喜ぶんよ、これ。あれ？あれ？お、こいつやっぱ猫じゃないぞ。顎反応しないんだけど、猫。股間か？おい、これ猫じゃない。反応しないもん。頭？え？どこ？お手て？あ、どこだよ。あ、なんかハート出てきた。お手て？あ、じゃあお腹これ？よくわかんねえ。にゃ。嬉しい？気持ちいいかい？気持ちいいかい？喋った。ついに喋った。にゃー以外の言葉、ついに喋った。あら、猫が喋りました。どうしたのでしょう。何か考えているみたいです。何考えてんだろう。眠いのかな、この顔は。お家？お家？あなたのお部屋を眺めて、なんだかお部屋に入りたいみたいです。あ、うちに来たいと。中に入るか？ちょっと、不気味を通り越して可愛い感が出てる。ちょっと可愛い。猫が笑うと、胸元の懐中時計がふわっと光ったような気がしました。あなたのお家にやってきた、おしゃべりする、なんだか不思議な猫。これから、どんな毎日が始まるのでしょうか。あなたと猫は、知り合いになりました。ペットとかそういう関係じゃなくて、友達感覚なんだ。だから猫友なんだ。知り合いだって。友達いいから。そんな感じで来るのね。猫が部屋にやってきました。挙動不審じゃない、キョロキョロしてる。猫は何か言いたいみたいです。お腹がお腹にゃん？お腹が空いたってことかね。ちょうど猫の時計12時だ。お腹空いたんだな。ササミスティックを食べさせてあげましょう。はい。プレゼントをあげましょう。これか。ササミスティックをプレゼントしました。なんだかとても嬉しそうです。喜んでますね。にゃ、にゃにゃにゃ。ペコペコと頭を下げて、ご飯を食べさせてもらったお礼を言いたいみたい。感謝を伝える言葉を教えてあげましょう。え？これ自分で入力するの？感謝を伝える言葉、ありがとう的な？あー。ちょっと、ありがちょにしとくか。ありがちょ。ありがちょ？イントネーション違うよ。もうありがちょだよ。ありがちょ、ありがちょ。
面白い。あなたは指さして何かを知りたいみたい。名前、にゃにゃん、にゃまえ、かわいい。俺の名前か。俺の名前知りたいのか。どうやらあなたの名前を知りたいみたい。あなたの名前を教えてあげましょう。はい。これはうなぎで。私の名前、うなぎというものなので。うなぎ。です。はい。うなぎさんです。はい。うなぎさんだよ。お前は教えた言葉すぐ使うな。はいはい。はいはい。喋るんだ、猫が。猫はあなたとお話ししたいみたいです。おしゃべりボタンを押して、お話ししたい内容を選んでお話ししてみましょう。スマホが見られるようになりました。どういうことだ？スマホ？スマホを見る。スマホどこ？スマホ。猫。スマホはどこや？ん？あ、猫との会話が見られるのか。にゃまえ。にゃにゃ。名前欲しいのか、お前。あ、そっか、猫の名前か。猫の名前確かに考えてなかったな。猫に名前をつけてあげましょう。どうしよう、名前。名前どうしよう。どうしようか、名前。これみんなは、コンチって読むけど、俺は、国語のように右から読む人なんだ。コンチにしよう。コンチです。コンチ、はい、コンチ。お話できるよ。ずっと喋ってたじゃん、お前。今更感。え、お話ってどういうこと？またなんか、名前をつけたよ。びっくりした。めっちゃ走ってきた、お前。びっくりした、今。コンチちゃんが手足をバタバタさせながら、あなたのところに駆け寄ってきました。びっくりしたわ、怖えわ。コンチ、コンチ、わかったか？なんだ、何がわかった？はい、はいはいはい。え、マジ？マジで言ってんの？猫みんな喋れんの？マジか。はいはい。あ、周波数的なのが合ってないってことね。うん。うん。チャンネルがあったから俺と話せるのか。そかそか。さっきの食べ物、ささみじゃないの？猫は美味しかったと言いたいみたい。美味しいの言葉を教えてあげましょう。そうそう、猫に教える言葉は漢字を使うことができます。だって猫はまだ言葉が上手くないので、読み間違えることもあるかもしれません。そんな時は教えた言葉はひらがなやカタカナで直してあげてください。もうちょっと猫とお話をしていると言葉が直せるようになります。漢字も覚えられるんだね。ちょっと漢字で教えたくない？うまいっていう、美味しいってのを漢字で、漢字使えるって言うからさ、デリシャスっていう、英語で言うデリシャスを漢字に当ててみたんだけど、これなんて読むかちょっと気になるんでやってみます。何何デリシャモノ？デリシャモノになっちゃった。いや、間違えてるよ。そもそもこんな感じないからね。当て字だから。お前結構騙されてるよ、人間に。そう言いながら、コンチちゃんはとっても嬉しそうに。あなたの周りをくるくるとしています。住むとこないの？ホームですか？ご飯を食べること、紐じゃねえか、お前。フリーぼっちなのね。もう選択肢がさ、ここにいろっていう選択しかない。じゃあ一緒に住むか。喜んでる。これ可愛いよね。この、止まってればいいんだよ。喋んなきゃ可愛いんだよ。猫ちゃん。あ、いていいよ。にゃにゃ。にゃにゃ。はいはいはい。ポニョみたいだな。
はい。そうですね。コンチちゃんが喜ぶと、首にかかった時計がわずかに光り、時計の針が動きました。コンチちゃんと一緒の生活、どんな風になるのでしょう？はい。2時。家族レベルアップ。家族レベルってのが上がると、なんかいろいろやることが増えるみたい。あのね、さっきお庭でなでなでしてくれて、とっても気持ちよかった。ああ、あれか。あ、どこ触ってんのか分かんなかったけど、あれ気持ちよかったか。あのね、またなでてほしい。またなでてほしい。お腹かな？いいよ。やってやるよ。あ、ヒガチョウ？うなぎさんになでてもらうと、いい気持ちになるのよ。そうなん、誰でもいいんじゃないのか。これからも、もっとなでて。これからもなでてほしいのか。じゃあ、なでるわ。撫でるができるようになりました。撫でるボタンを押して、猫が満足するまで撫でてあげましょう。ここかな？あ、やっぱここだ。撫でてイエーイ！背中向けたんだけど。これ何これ？何これ？尻尾触れってこと？尻尾嫌がるでしょ？あ、何も感じない。あ、やっぱ背中好きなんだ。ツンツン。まだ？大満足した。オッケー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 。はいはいはい。まだ投げん、までんの？にゃーって立ったよ。また、庭から猫の鳴き声がします。にゃにゃおお庭を見に行ってみましょう。増えるのか、これは。もしかして。あーははは。いたー、二人目や。二人てか二匹目や。見ると、庭の隅っこに一匹猫がいます。興味深そうにあなたを見ています。どっから生まれたの？あの子も時計をつけてますね。こっちに近づいてきました。お。あの子、同じおしゃべり猫だと思うの。ああ、俺から見ても同じ猫だと思うよ。二足歩行だもん。あの、こんにちはです。こんにちは。不思議です。猫の子たち、ん？猫の子たちが話せるのは何か訳があるのでしょうか。こんにちは。え？どうも。え？左の猫なんかすごい怒ってる。こんちは、こんち、お名前は。こんちは、こんち、お名前は。これどういうこと？こんちはってこれ、こんにちはってことなのこれ。それでも名前2回言ったってことこれ。俺、こんちって名前にしたから紛らわしくてようわからん。お名前はだって。としきにしろ、俺、としき。としきにする。急のとしきね。としき、そう。としきだよ。としき。あ、この子女の子かもしれない。嬉しいです。嬉しい、よかったよかった。よかった。人間につける名前だけどね、トシキって。いい名前だもん。ポンチはね、お前逆から読んだら下ネタや。さ、3時ですね。3時ではおやつ。家族レベルアップ。それではご飯を作ってあげましょう。これか。作りたいご飯を選んで作ってあげることができます。猫まんま。え、猫まんまいいね。連打で素早く切りましょう。切るって何？ハンマ？え？猫まんまじゃなくない？待って、連打しなきゃ連打。トン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 。これサバ？猫まんまってあの、お水じゃん、お味噌汁にご飯を入れるやつじゃないのか。ぴったり止めて焼きましょう。赤のとこに、埋めるのかな？早くできないはいよし。はいよしよし。うるせえ、早くせかすな。やってるや、こっちを。早くやったら青いとこになっちゃうんや。できた！焼き魚、猫まんまじゃないけど。こんな感じで、これ体験版なんですけど、猫友っていうゲームが遊べるみたいなんで、まあ、続きが気になる方は遊んでみても
面白いと思います。猫とも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